は、そんか赤十字マークがある建物のところへ近づいて行ってコアファイターという飛行機がそれにピューンと飛んでいきますで、えー「ここだここに母さんが」っていうふうに言ってこのコアファイターが着陸するんですね。で子供たちがこのコアファイターという飛行機の周りに寄ってきます。 僕これも最初見た時はまあありがちなシーンだろうと思ったんですけどもこの子どもたちが寄ってくるとか子どもたちの感情というのも全体の大きい流れを作ってます。子どもたちが呼んできて子どもたちはもう本当に純粋に「かっこいい!」って言って走ってくるんですね。で子どもたちが軍人だから憧れるのかというとそうじゃなくて後で出てくる「ジオン兵」とか「ジオン兵」の武器みたいなものにはちょっと反発を示すんですね。ななのので、避難難民の難民キャンプと言いながらも、実はは、それ ジオンに占領されたかつて連邦軍の土地であったということが、ぼんやりとわかるようになっているんですよ。この辺のあの、なんだろう、演技付けとかもすごい細かいです。で、アムロ君降りる時にですね、コアファイターが降りる時に、安全ベルト、こう、あの安全ベルト、シートベルトを締めてるんですけそれをカチャッと外して降りる描写があります。で、これもあの、今見ちゃうと当たり前なんですけども、僕が知っている限り、ロボットアニメでシートベルトしたのっガンダムが初めてなんですね。 それまでのロボットアニメって一切普通に椅子に座ってるだけだったんですよ。であの何、ー、だろうなシートベルトぐらい当たり前だというふうに思っちゃうんですけどもシートベルトをちゃんとつけるっていうことをしてるからガンダムっていうのはすごいリアリティのレベル上がってるんですけど驚くべきことは今話してるみたいな次のシーンアムロ君が飛行機着陸して子どもたちが集まってきて次のシーンでアムロ君席から降りるんですけど降りる時にごく自然にシートベルトを外してそれがシュッとこう引き込まれると。 これをね、毎回毎回忘れずに描くって、かなりめんどくさいんですね。それはもう演出家が一回一回指示しないと、本当に作画の人間っていうのはシートベルトぐらいめんどくさいからすぐに省略しようとしたりですね、忘れたふりで描かないようにしようとしちゃうんですけど、そこら辺ちゃんと描いてるのがすごいなと思いました。あの、で、 えー、お母さんを探して安室くんですね難民キャンプに来たのはお母さんを探すのが目的ですから走り出すアムロ君はすぐに周りに村人に囲まれまれす。子供たちは無心に「わあわあわー」って新しい飛行機だと思って来るんですけども老人たちの態度がなんか変なんですね。と同時に変な状況に、まあ、アムロ君は気が付かないんですけど見ている僕らは気が付くんですけども難民キャンプと言いながらも老人と女の人と子供しかいないんですね。 若いいい男が誰一人いない難品キャンプ。これが意味することは男はみんな強制労働キャンプに連れて行かれるか一回戦争があって全て殺し尽くされたかなんですよ。そうすると前回その アムロ君と隣のおばさんの会話の「そうかコミリーは死んだのか」ってアムロが幼なじの名前を言うと「娘だけじゃないよ主人もね私だけ生き残るなんて因果なもんさ」っていうセリフがだんだん生きてくるんですね。この村っていうのは戦場の後なんだけど戦場の後っていうのはどういう意味かっていうと生きてる人間が女子ども老人しかいないっていうのがこの難民キャンプの状況全体でわかるようになってます。で ところが、がその避難民がです、ね、アムロを歓迎しません。ジオンに反感持っているはずの人たちが、えー「あの山の向こうには敵の前線基地があってな一、えー、日一回見回りに来るんじゃよ」っていうふうに言われます。でということでつまりジオンがしょっちゅう見回りに来るからお前さっさとこっから「これ俺の、はい、ありがとう」<laughs> えー「逃げてくれ」とか「出て行ってくれ」というふうに言われるんですね。でそう言われてもといってアムロが当惑してるとその 取り囲んでいる村人の中の向こう側にお母さんがいますで「アムロ、アムロなのね」っていうふうにお母さんの方が気が付いてくれます。そうするとアムロがか「母さん」っていうふうに言うんですけどもこのね僕はあの表情変化が好きなんですけども一番最初は「アムロなのね」ってお母さんの方がお母さんの方ははっきりと息子を見つけたっていうふうに言うんですすごい遠くの位置からもう10年も会ってない別れた時には45歳だった息子が1 4 5歳になってるわけですね。 でも安室くんはですね「母さん」って言いながら声が下から振り返ってくるんですけどもその顔が母親だとはっきり分かって「母さん」っていうふうになってですねで3段階目ですね、えー、こうなるわけです。でさっき話したです、ね、その日常演技とていうのはこのレベルを読み取らなきゃいけないんですよ。 えと左目まず顔の左右が非対称なことにご注目くださいこれがですね表情がかあの変わってる最中とかその人間の中にためらいがある時にうまい人間であればやや左右非対称に描くんですよこれを下手な人間がやっちゃうと片眉だけつり上がって「はーン!」みたいな顔になっちゃうんですね。だから、あんんまり下手なな人間やっちゃいけないけけですけども。 まこれ今書いてる多分もう安井子さんなんですけど安井子さん自身がやるとすごいうまいこれが母さんっていうふうにはっきり気が付いたアムロのわかる左右ですあの右の目がようやっと落ち着いていて左の目だけが見開かれた状況になってますこれだけ見るとちょっと変な顔なんですけどもこのまま目のニュアンスだけが変わって喜びの顔っていうふうに口がはっきり開いてで、えー、目が両方見開かれてるんですけどやっぱり お母さんを最初に見つけた側の左目だけが大きく開くっていうふうになってます、ねえ。こういうのをなんかこう見つけて喜ぶのがアニメの日常演技の見方というやつです。<laughs> なかなかめんどくさい。はい、お疲れ様でした。無料はここまでです。えー、まあ、ちょっとあの追加の話をしますとですね、あの、アムロ最後の方で見えてたもアムロの顔の左右非対称な感じっていうのはすごい上手いですよねっていうのは、 人間っていうのはやっぱりね、あの、顔を見るんですよね。で、アニメの演技っていうのは、その、細かく、例えば、口が上がってるとかですね、目を閉じてるとか、そういう大きいものだったら見分けれるんですけども、アニメの中でやってる微妙な演技っていうのはね、 やっぱ見てる人もなかなか見抜いてくれないですね。で、アルプソン少女ハイジの時もですね、高田さんはそのオンアルムオンジとかですね、そういう風な人に微妙な感情の演技させるときにレイアウト、構図でやるわけですね。つまり落ち込んでる時はやや,やこう下を向かせてですね、で、ハイジが嬉しい時は上を見上げてっていうような構図とかレイアウトで表情をつけるんですけども、あのー、機動戦士ガンダムはですね、そこをできるだけ まあ、あの、作画の力で表情をつけようとしているのでですね、この左右非対称にすることによって、微妙にその人の気持ちが変わっているところを表現したってい,るというのがですね、まあ、すごいなと思いました。あと、あの、えー、解説の中でですね、えー、安全ベルト、ガンダムの安全ベルトに関してですね、安全ベルトは、あの、初めて締めたのはガンダムだと話したんですけども、僕もですね、 あの後、ちょっと待てよと、勇者ライディ d に閉めてたんじゃないかとか、あれ残スに閉めたんじゃないかと思って調べたんですけどもですね、勇者 ID にですね、閉めてないような感じがするんですよ <laughs> あの。 いや、動画を全部見たわけではないんですけどもですね、静止画でですね、ちょっと検索して見た限りではですね、来年、あのアクロバティックななんか中で動く、まあよく考えれば、まあ、ガン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 体動くから、締めてられなかったかもわかんないんですけどもですね、えー、で、ザンボット3もですね、案外こう締めてないんですよね。つまり、やっぱりその、 コックピットの中に座った瞬間に締める動作っていうのがなかなかやっぱ、あの、流れを崩すことになるので入れられなかったということもあるかわかりません。いや、これ僕は今記憶で話しているので、全話数見たらですね、ちゃんと締めてるのがあるかもわかんないんですけど、まあそこら辺もですね、きちんと毎回毎回締めたという部分で、機動戦士ガンダムというのは画期的な作品だったというお話であります。それではですね、ここから後半、さらに15分くらい続きます。では後半ですね。 えー、よろしいでしょうか、えー、それではスタートしてください。